モーターズ。4月19日日曜日、関東は雲一つないいいお天気になりました。こういう日はね、ドライブに行きたいですよね。キャンプも行きたいですよね。いやー、僕のビートもオープンにして走ったら今日は相当気持ちいいんだろうなと思いつつも、今はちょっと緊急事態宣言中なんでね、自宅待機をしてるんですけれども、今日お送りするのはですね、過去に大人気だったキャンピングカーの動画というのをちょっとまとめた形でご紹介できればなと思って動画を作らせてもらいました。今はね、どうしても、お出かけが難しい状態ですけど、この自粛が明けたらやっぱみんなでキャンプとか行きたいですよね。キャンプ2とかもしたいですよね。ということでですね、この動画を見てみんなの5月、6月、7月のキャンプを妄想しちゃってください。じゃあちょっと失礼したいと思います。あ、すごい静かですね。やっぱり中入るともうこれ完全にこうパーソナルなスペースになりますね、はい、静かですね、はい、はい。この運転席の上の部分がベッドになっています。結構広いんですね。奥行きが約190センチ、はい、約190センチの大型ベッドになりますので、はいはいはい、あの大人の方でもお二方もしくは3名、うんうんうん、でお子さんでしたら3名ゆったりと寝れるスペースになります、ね、はい、なるほど。引っ張るとベッドになって、うん、押すと収納という形になります。なるほど。で、あの至って簡単にご利用いただくことができます、はい、結構こういうしっかりと断熱されているタイプの車って、はいはい、逆に夏場は暑いんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですけども、当然車なので、うん、エンジンかけて止めた時に車のエンジンって暑いですから、はい、その熱が室内に逃げてくるっていうのは十分考えられます。なるほど。まあ、そんな時はね、はい、上にこういった換気扇ですね、はい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 、ベンチレーターって、我々呼んでますが、このタイプで熱を天井から抜いてやることもできます。なるほど、はい、なおかつエアコンもついてるんですね。実は強いエアコンちょっとオプションなんですけど、はい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 、ここは普段マルチルームというんですが、はい、じゃん、お、何もありません。何もないですね、はい、ここの部屋で、ここはですね、はい、あの主に荷物を置いたりとか、はい、ハンガーパイプをつけて、はい、あの衣類をハンギングしたりとか、はい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 、おトイレをご利用になられるときに、うん、ここにトイレを設置してお使いいただくっていうことも。なるほど、はい、できます。この車は基本何人乗車にできるんですか？定員は、乗車定員が7名です。7名なんですね、はいはい、7名が、乗れて、でまあ、寝れるのは、まあ、5、6人かなってことですね。はい、おわ、おこれね、僕が簡単に入れちゃうんですよ、はい、おお。で、一応中からもアクセスできますよというところですね、はい、この扉が、はい、で、ベッドのマットも外れますから、あ、立ちは高いものであればこれを外していただいて、はい、なるほど、お使いいただくと。ズバリお値段を伺ったってもよろしいでしょうか？今ご覧になられた車は、はい、770万円ですね、はい、GL ベースって考えると、まあ、770万、まあハイエース2台は行かないかなみたいな、 そんなところですよね、はいはい、こんにちは、モーターズの前田と申します。関東店店長の大月です。よろしくお願いします、はい、キャンピングカーランドの、はい、大月さんでございますね、はい、こちらですね。はい、そうです、はい、こちらです。同じシールを使ってるので、はいはいはい、一緒なんですけれど、はい、セレンゲティの方は、ファミリー仕様と。こちらはどちらかというとカラーは大きいんですけれど少人数タイプのモデルになります、はい、なるほど。エントランスドアが、はい、セレンゲティの場合はこの真ん中にあったんです。そうですよね、はい、はいはいはい、で、このパタゴニアはリアエントランスということで、うん、後ろ側に出入り口、エントランスがついてます。後ろにトランクが前あったと思うんですけど、はいはいはい、セレンゲティには。こっちはこっちはね、それの絡みで、はい、後ろにトランクがありません。なのでここの部分に関してははめ殺しということになってます。フリールームがあの向こう側の車両の反対側にあるんですけど、はい、そこのところが外部からもアクセスできるような外部バケ自動がついてますので、これですね、はいはい、結構あの扉が大きいので、はい、大きい荷物もドンと入るような形で、ね、あ、なるほど、へえ、こんな感じで。フリールームですので、はい、あのまあ、トイレルームにされる方もいらっしゃいますし、はい、まあ、物入れとして、はい、あのお使いの方もいらっしゃいます。じゃあ早速中の方に失礼したいと思います。バスッと音もですね、素晴らしいですね。この車の特徴はやっぱりラウンジソファーということで、はい、はい、こちらですね。対面だけではなくてサイドソファーがついていると、はい、はいはいはい、はい、
上のベッドは、はい、これはもうセレンゲティと同じで、はい、引き出しタイプのバンクベッドですね、はい、になってまして、サイズ的には190cm190cm の大きいベッドになってます、はい、セレンゲティはちょうどこのサードシートの後ろっていうのがもうフリールームになってたんですけど、はいはいはい、ここはあのワードローブ洋服掛けですね。なるほど、はいはいはい、広いラウンジソファーなんですけれども、はい、こっちもレイアウト次第でもしかしてベッドになるみたいな。そうですね、ここが一人分のベッドになります。ここで、なるほど、確かにここだったら、はい、大人一人ぐらいは寝れそうですね、はい、乗車定員的には何名になるんですか。乗車定員は6名です、はい、なんで1、2、3、4、5、6。なるほど、はい、ズバリ、はい、タゴニアの方はおいくらになるんでしょうか。728万円スタート、うん、はい、肉で728万円スタート、はい、まあ、なので総額でいくと大体800万ぐらいになりますね。はいはいはい、本日7月10日まもなく夏、夏といえばキャンプ始まる、夏本番。はい、どうもこんにちは、モーターズの大和です。後ろを見て、ここがどこだか分かる方いらっしゃいますか。そう、琵琶湖に来ております。あ、こんにちは。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです、ワークボックスの下です。お久しぶりです。実際にこのセドナがどれだけ便利なのかとか、そういう荷物が積めるのかみたいなところ見せてもらおうと思ってですね。はい、こんな感じガラガラっと、お、満載しております。結構積んでる。あー、本当に積めますね。横からも積めますし、後ろからももちろん。うわ、ほんまや。ルーフにもラックがついておりました。ルーフラックがついて、じゃあ本当に5人で乗ってきても今積んでる分ぐらいは余裕で、余裕で積めちゃうんですね。積ます。なんてこった。とこちらに、お、何ですかこの、なんかこちらもオーストラリアの ARB、 こちらルーフテントがついています。テントなんですかこれ。ルーフにテントがついています。へー、じゃあこのルーフの上にテントを張るっていうこと。そうです、はい、そこから出るんですか。わ、マジか。おお、すげえ。へえ、これだったら雨風関係ないからいいっすね。うっそ、すげえ、うっ、めっちゃおしゃれ。嘘でしょ。ここにあるもの全部積んであったってことですよね。中に積んでました。うっそ、いや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 、こんなにいっぱい物ありました。詰め込んでまいりました。そうなんすね、はい、車内もフルフラットになってますね。くつろぎ仕様になっております。なるほど、はい、さっきまであんなに荷物が積んであったのに全然寝れちゃいますね。大人2人でも余裕っすねこれ。はい、じゃあちょっと登っていきます。お、はしご。実は高所恐怖症なんですよね。ちょっと怖い。お、あ、中めっちゃいいかも。ちょっと失礼しちゃいますね、はい、おー、めっちゃおしゃれ。しかも全然広い。すごい風通しも良くて、寝転ぶとすごくいいと思います。足伸ばしてつかないし、これでバンザイしてもうつ伏せになっても手がここ届くか届かないかぐらい、めちゃくちゃ広いっすね。これちなみにお値段もいくらぐらいなんですかね。テント自体で25万6000円。なるほど、はい、あとルーフラックがないと入れないので、はいはい、ルーフラックが19万円ぐらい、うんうんうん、でプラス工賃みたいな。ルーフテントってやっぱり地上の上にあるんで、はい、土とかもすごい砂汚れとか全くない。なるほど、はい、あとは眺めがとてもいい、風通しもいい、はいはいはい、設営も簡単。なるほど、簡単。いやー、はい、これありだな。新しい、なんかオートキャンプの新しい道を見た気がする。愛知県は日進市にございますキャンピングカーランド名古屋店さんに来てます。この車はなんて車なんでしょうか。こちらがウラルという車になります。ウラルさんというんですね、はいはい、セレンゲティパタゴニアと同じその後方ですね、うん、あの後ろのシェル、スペースフレームを配した安全性の高いシェル作りをギュッとちょっとコンパクトにしまして、うん、全長が4メーター82、うん、
で横幅が192、うんうん、高さが、2m69 という車のサイズで、成り立っています。全長が 4m82 なので、はい、例えば街乗り、うん、コインパーキング入ろうと思ったら、はいはい、スッと入るサイズ、なるほど、はい、設計してます、はい、開口部分も大きいですね。かなり広いし、しかもトランクスペースめちゃくちゃ広いですね。900リッター以上入ります。900リッター、はい、ゴルフバッグでいうと10本以上入りますね。あーすごい、はい、失礼します。他のセレンゲティや、パタゴニアに比べると、まあ、だいぶやっぱ中もコンパクトでとは言いつつも、でも割と必要最低限のものは揃ってるんで、はい、意外とこれでも十分かなみたいな。そうですね、はい、乗車定員が6名、うんうん、就寝定員4名取った車ですけども、うん、どうでしょう、ミニバンよりもちょっと一回り大きな感じ、はい、バンコンと室内の空間っていうのは同じような感じにはなるんですけども、はい、まあ、その中でもしっかりと立って歩けるのが一つの魅力になってます、うん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 、はい、パッと見てこう収納がいっぱいあるなと、はいはい、いうところなんですけれども、キッチンの方はですね、こういった収納がございます、はいはい、で電子レンジを置かれる場合ですね、うん、こちらの収納は今回この物入れとして、はい、こちらの下ですね、はい、下がちょっと引き出しになってるんですけど、はい、ここに電子レンジをビルトインする形になります。なるほどなるほど、まあ、一応電子レンジもオプションという感じですかね、セットできる、はい、セットできると、はい、広いですね。ここはまあ大人2人って感じですかね、はい、方ですね、はいで、もうこっちもね、収納スペースがありまして、もう本当にどこもこう無駄なスペースがないというかで、このベッドの下のスペースが、はい、さっきのラゲッジになるんですよね。そうです。あ、外せるんですね、それ簡単に。で、ウォークスルーできます。おー、なるほど。じゃあ割とこうなんでしょうね、普段、はい、大きい荷物なんかはこうやって運んで、はい、コンパクトにベッドスペースが一気にこんな大きいな。おー、そうですね、収納、フリアサイドも収納になってます。わー、じゃあこの辺とかにね、お洋服だとか入れとくと便利かもしれないですね、はい、こちらの裏で、はい、おいくらからになるんでしょうか。車両の本体価格が648万円からになります、うん、なるほど、648万円からと、はいはい、ということで、今日はですね、群馬県は高崎市にやってきたんですけれども、なんか何やらですね、アウトドアに使えるハイエースを、作っているというね、ショップの情報をキャッチしたので、今回取材に来たんですけれども、気になるんで早速ちょっとお店の方に行ってこようと思います。店長の岡田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。重泊もできて普段使いもできる。ほー、なるほど。使いやすい、まあ、ライトキャンピングカー。ライトキャンピングカー、はいはい、顔が全然違う。そうです、これがフレックスドリームオリジナルの、はい、丸めになります。へえ、これグリルもですよね。そうですね、グリルももうここも完全に作っている。へえ、あとなんかこれ、はい、バンパーが、そうですね、ちょこれは特殊な、こういったザラザラしてる、はい、触らないとちょっと質感も分かりづらいところがあるかもしれないんですけど、はい、特殊な塗装の 9X と呼ばれます。一応アメリカでは結構ポピュラー、はいはい、通常よく、うん、トラックの荷台とかに塗っている保護してるものです、ね、なるほど、はい、サビ、はい、サビにも強い、まあ、例えば、まあ、海の近くで使われてる方でもやっぱりサビないとか、はい、あとは対摩耗性ですね、はいはい、衝撃とかもそうですし傷、うん、なるほど、個人とにも強い。ホイールがおしゃれでこれボディ色と同色ですか、はい、ホイール同色に、ペイントします。そうなんですね、はい、塗ってるんですね。そうです。ルーフもやってるんですね、これ。ルーフも同じくラインエクストソール。へえ、ドーンと来て、はい、なんかめっちゃおしゃれ、はい、じゃあペンドルトンというか、ほうほうほう、はい、じゃあアメリカの老舗のウール、はい、ですね。昔からあるこういった、まあ、シートなんかもそうなんですけど、シートもやったんですか。はい、シートも書いてあります。あ、ほんとだ、めっちゃ可愛い、はい、おー、うわ、めっちゃ可愛い。
フルフラットの姿見せてもらえたりとかしますか？大丈夫です。はい、じゃあちょっと見せてください。すべて運転席から後ろすべてベッドになります。すごい真っ平らめちゃくちゃ楽ですねこれ。もうだって全然僕170ぐらいですけど寝転がって手伸ばしても届かないですね一番後ろ。これもしかしてプロジェクターというやつじゃないですか？プロジェクターになりますね。え、はい、骨ですね。はい、出てくるんですね。おお、ま、なので、まあ、車中泊しながら映画を見ることもハイエースなら可能です。そうなんですか、はい、お、映った。いや、めっちゃいいっすね。反対側に回ってきました。ドドンと、おや、おー、え、しかも全然綺麗ですね、はい、いや、野外で見る映画ってめちゃめちゃ気持ちいいんですよね。いいなこれ、なんかいろいろ車好きとか家族持ちの夢詰まってんな、ね、ぶっちゃけ、はい、この日映ったらいくらするんですか？まあ、フレックスドリームのデモカーということで、はい、もうフルにいじってるんで、はい、大体900万円。900万、いやー、結構届かないかな、900は。僕が普段乗ってる車が39万円ですからね、車体価格。まあ、この車が、うん、20台かよ。新しく家族が増えた。今の車がちっちゃくて狭くてどうしようか。はいはい、もうアウトドアもしたいし、中にやっぱりハイエースだと便利です。なるほど。ぜひちょっとこれからですね、家族が増えるとか、アウトドア楽しみたいとか、いろんなことを考えている人はフレックスドリームさん、はい、相談してみてもらえたらと思います。それじゃあご視聴ありがとうございました。また次の動画でここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。